今回活動1周年記念グッズとしてハーベルタイプの朝ここどでかい80センチのぬいぐるみ、80センチって書いてあるんですけど、実際それよりちょっとでかく見える、どでかいぬいぐるみが発売になります。イエーイ皆さん、あ、とってもとってもこの商品を愛してくれてありがとうございます。あ、今回発売となりましたね、こちらのハメロタイプの朝ここの抱き枕、先ほど皆さんにお見せしましたが、なんとあれね、実はずっと前から作成が進んでいたんですよ。こちらの一番最初の試作品を見てください。ダーン、これハメロタイプのバージョン1、実はね、もう9月8月くらいからこれね作られていたんですが、これね、先端がね、まさかの、見てください、この黒い先端のとこ、次のスライドお願いします、ピン、まさかのね、先端ゴム製だったんですよ最初。いや、私商品企画の方にこれ作ってくださいって言いましたけど、いや、ゴム製にすんじゃないよ、これに言いたいし、キリュウスイコシは本当にぶっ刺せるようにすんじゃねえよ。いや、先端なんかギチギチの硬いゴムにしたら、さすがに本当にぶっ刺すやつ出てくるだろうが、ふざけたらないよ、まったく。なんとね、その後1ヶ月後あたりにね、できましたって言ってね、スタッフの方が、商品部の方が出してきたのがこちら。みんなどう思います？ねえ、みんな、これクソザコですよね。ね、これ、ねえ、ねえ、ねえ、商品の方、これおかしいと思わなかったの？途中で。ねえ、ねえ、こちらですね、私もね、さすがにびっくりしまして、これね、これです！どうぞ、できましたって送られてきた時のね、実際のディスコードです。こちらどうぞ。さすがにね、モザイクかけました。ちょっと、これさ、スタッフくんさ、ひどすぎるよこんなの、手やめろ。ちょっとさすがに YouTube にバンされそうなんでモザイクしてますけど、ちょっとね、あまりにもひど、クソ雑魚なのではないでしょうか。 FUCK ME FUCK ME